アーカイブスは前回に引き続き心の時代、体の不思議、もう一つの健康観、医師の甲田光雄さんのお話をお聞きいただきます。これは平成12年7月に放送したものです。甲田光雄さんは大阪大学医学部を卒業しましたが、病弱な体質を改善するため大学時代は断食の体験をし、各種の民間療法を実践しながら研究を続け、カロリーが非常に低い食事、超低カロリー食による自然治癒力で健康を取り戻しました。甲田さんは近代医学や栄養学の定説を覆すこの療法で様々な難病を克服し実績を上げられ、おととし8月に84歳で亡くなりました。それでは甲田光雄さんのお話、体の不思議、もう一つの健康観、その後半部分をお聞きいただきます。聞き手は当時のラジオ深夜便ディレクターだった金光俊雄さんです。西市のこの生野菜食というのは現代栄養学とはね、全然別個の解釈しないかね、新しい栄養学やなと私は感じ取りましたですね。でこれもね、だから大学のね友達に話したらね、うん、なお前さ得意たしやとそういうもんでしょうね誰もね、はい、ほんま言ってくれません、うん、でそこでこれはねこんな医者に話してもあかん、うん、それも患者さんがね、はい、治ってくるんですね、治ってくるだけじゃなしに体重は増えてくるんですよ、うん、でこれを甲田カーブっていう名前しようやないかと、うん、で誰も彼もがねやっていったらある時期が来たら体重増えてきますん、甲田カーブが出てくる、でこれ新しい栄養学や。それはあの体がですね、例えばその大腸なら大腸、腸のですね吸収能力が増えてくるということなんですか。吸収だけじゃなしにね、やっぱ体の仕組みが全部変わりますわ、うん、その生野菜食べてね、玄米と食べてね、体重が増えてきますわね。そうすると人によったらね、先生玄米はもう私には多すぎますわっていう人があるんで、玄米を外したらね、たった400カロリーですわな。それで400カロリーでどうやったらね、先生これでもまだ多いですわね、そういう人が出てきたわけですよ。そしたらもうあんたはまあ晩だけ1回生野菜食べていいや、200カロリーですわな。200カロリーでもまだ多いという人も出てきたわけですね。そしたらね、コップ一杯の青汁でやっていけるということが分かってきたんですね。まるで仙人ですね。そうそう、あんた方はこれ仙人やぞ、うん、今ここにおるね、あの森道夫さんっていう女の子もね、もう今で14年間ご飯食べてないんです。その生野菜だけです。そうです。しかもこの5年間は生野菜 150g、たった 150g ね、それをミクサーにかけましてね、でカス捨ててね、汁だけ飲んでます。それでカロリーはたった50カロリーですよね。50カロリーですよ。これ5年間。信じられない。信じられない。だからこんな話したらね、甲田先生とこは。おかしい。そうです。だこの話はやめとけと言われますけどね、そういう方が増えてきたんですよ。ここまで来たら、現代栄養学というのは全然別個の世界ですわ、はい、うん、私はねこの新しい栄養学がね生まれた時こそ、認められた時こそ、この地球上からね、そりゃそうです、ね、病人が消える、食料の心配いらなくなるということです。食料不足もこれで解決できるし、環境問題もこれで解決できる、うんうん、ね、ということはね、生野菜ばっかり食べましたらね、ガスいらないんです。そりゃそうですかね、省エネですがな、そりゃそうです、はい、ね、だから食料法は輸入する必要もないし、それで、はい、そういったガスもいらなくなってくる。そんななんて言ったらね、これこそ本当に21世紀からの我々の食生活の柱にしたら、人類はね困らないで生きるじゃないか、はいはいはい、私がだからね、小食というものを実行されたらね、これは21世紀の人類は本当の幸せな生活なんだよ、本当の平和の時代が生まれるだろう。で私はね、そういった仙人の方々を見ていましてね、これは
我々の10万年後の姿を神様が見せていただいたんだ、そう思ってます。人類は必ずどこへ行くかというとね、やっぱり愛と慈悲の実現する方向に行きます。この地球上がね、愛の思いでいっぱいになる、これが我々の理想ですわ。そうすると必ずそこへ行くとすればですね、やっぱり食べ物もできるだけ摂取をしないという愛と慈悲の食生活になっているはずです。それが何かというと、この青汁いっぱいになります。だからこの青汁いっぱいの食生活というものは、全世界の人たちが実行した時こそ本当にここに仏教のね、若光度が実現する。こちらで甲田先生がお考えになった、そのお生菜食だとか、その玄米を生のままでその粉末にして召し上がるとかいう、そういう話を伺ってますと、本当にみんながそんなことができるのかなって、やっぱりこう特有な体質の人じゃないとできないんじゃないかなというのは気もちらちらとするんですが、はい、でそのこちらでの先生ご自身の体験とか患者さんの体験を伺ってますと、人間の体というものは、その西洋医学で考えているそれだけじゃない、いろんな不思議な体の能力があるということを実証されてきてるわけですね。そうですね。でこれはその中がどう変わるんでしょうか。まず第一番にですね、腸の中がまず変わってくる。でいろいろの難病を見てましてですね、宿便がその原因であるというようなことをですね、私は痛切に感じることができたわけです。宿便というのは宿の便と書きますけど、でもこう管でございましょう、はい、腸というのは、はいはい、で管で別にその溜まるところはないんじゃないかという素人考えですと、そういう気がするんですが、それはどうなんでしょう。プロとのね、専門のお医者さんたちも宿便というのはもうないんだというような説を言われている方が非常に多いわけですね。宿便って何ぞやっていうようなことが大きな問題になるわけですね。で大抵の方はですね、宿便っていうのはちょうど水道の管のね、水垢のように腸の壁に1年も2年もね、長くこびりついている黒便、黒いね、黒便のようなものを宿便っていうんだと、まあ、そういうふうにね、先入観を持っておられる方が非常に多いですね。でこういうふうなことを申し上げますと、専門家が笑うわけですね。そんなバカなことあるか。まず第一番にですね、腸の中にはね、その100種類の腸内細菌がおって、はいはい、全部で100兆もおるんだと。その100兆の腸内細菌はそれぞれ酵素をね、出してですね、ものを分解するんだと。だ食べ物も全部そういう腸内細菌によって分解されていくからね。だから2週間も3週間もそのままでおれるはずがないんだ。例えば一番消化悪いって言われてる繊維ですね、例えば玄米だとか海藻とかね、ああいうのは食物繊維というものが多いんで消化されないで便に出てしまうんだと今まで思っておったけども、その食物繊維でさえも分解されるんだ、こういうことが分かってきましたですね。そうしましたらね、長い間ね、腸の中でこびりついているっていうようなことはできないはずだと。で食物繊維はね、腸内細菌によって分解されますと何になるかというと、短鎖脂肪酸になるんですね。サゴ酸とか、それから酪酸とか、吉草酸、プロピオン酸とかね、こういうような短鎖脂肪酸になって吸収されて結構エネルギー源になるんだ。だから食物繊維もエネルギーになるんだで。そうしましたらね、宿便って一体何や。いつまでもね、そんな固形物でおれるはずがないぞ。しかも腸内の粘膜というものは3日に一遍新しく生まれ変わるんや。だからね、いつまでもこびりついてることできないんだ。そうしたら宿便って一体何やの。で宿便というようなものがあるということを言われたらね、そんな昔の迷信じゃ、ね、で私の子供がですね、やっぱり医者ですが、放射線科に入ってね、それで毎日その大腸をですね、レントゲンでこう調べてね、それでお父ちゃんはね、宿便は万病のもととか言うてたからね、でどんなに宿便があるかということを
しょっちゅう気にしてね、うん、大腸を調べておったけども、そんな宿便らしいものはないんだ、うん、お父ちゃんあんまりこんなことをね、うん、言うたらあかんでって言ってわざわざね、はい、息子が私に忠告してくれたんですよね。私はね、やっぱり今までのねこの経験からね、絶対に宿便ってもあるんや、うん、宿便って言ったら何やねん。そこで初めてね、これ宿便の定義ね、何が宿便であるかということをいっぺんはっきりとですね、これは残す必要があるな。で、宿便とは何である。これはですね、胃腸の処理能力を超えて負担をかけ続けた場合に腸管内に渋滞する排泄内容物、これを宿便という、うんね、もう一遍申し上げますとね、胃腸の処理能力を超えて負担をかけ続けた場合に腸管内に渋滞する排泄内容物ね。で、これをですね、もっと分かりやすく言えばね、高速道路、ね、高速道路にですね、今1分間に100台の自動車が流れてますね。100台以内の自動車である場合は渋滞起こりません。スムーズに流れますわね。ところが今これ1分間に150台突っ込んできましたらね、50台は渋滞しますね。それで次から次から150台突っ込んできたらね、もう動き取れなくなりますね。この渋滞が宿便だ。そうしますと、その小食であれば渋滞は起こらない。そういうことです。さて、その小食基準というのはどのくらいになるんですか。それです。そこでね、その胃腸の処理能力というものは一人一人みんな違うんだ。ね、だから12の食料を、ね、処理することのできる胃腸もあれば、この人は8しかない、この人は13もある、うん、人によってみんな違います、はい、でしかしそれぞれの処理能力以内に食べておればスムーズに流れて、それで完全に消化吸収を排泄もできますから、宿便は止まらない、渋滞は起こらない。ところがですね、大抵の方は自分の処理能力っていうのを知りません。あんまりそんなこと考えないで、お腹が空いたら食べる。しかも知ってても処理能力以内に抑えることができない、うんね、でも普通は例えばね、今夕方にですね、夕食にですよ、すき焼きを食べたんですね、はい、今日のすき焼きは美味しかったな、腹いっぱい食べたってね、そしたらこれ計算したら1500カロリーになったんだよ。1日に2400カロリーのところに1500カロリーだ、はい、しかもビール3本飲んで、でビールのあてにピーナッツをね、はい、1袋食べた、はい、全部これ計算したら3300カロリーだな、うん、これはもう明らかにですね、処理能力を超えて食べてましたからね、はい、渋滞起こりますわな、うん、と夕べあんなに食べたために、ああもう今朝はもう何が腹もたれてね、朝起きても全然食欲ないな、いや今日はこれはもう1食か2食抜かなあかんな、これはやっぱり渋滞がね、だから交通のマナーの場合は渋滞が起こったら通行止めやりますね、はいはい、うん、または通行制限しますね、消食ですな、うん、それで渋滞した自動車を1台1台さばいていきますわね。